太陽活動がほんの少し弱くなるだけで、地球へのエネルギーの影響が非常に大きくなると言われていますが、ベイフォーブスの記事に、太陽は深い眠りについたとありますように、太陽活動は、今、記録にないほど弱くなっています。これは昨年あたりから NASA などによって予測されていたことでもあり、今後の太陽活動は、 過去200年間で最も弱いものとなることが確実となっていました。NASA の科学者たちの発表を報じていた記事をご紹介します。ここから。低い太陽活動が気温の急激な低下の原因になると科学者たちは言う。2020年5月14日。専門家によると、現在、太陽は太陽活動の極小期に入っており、これにより、 地球の気温が過去20年間と比較して最大に度 C 下がる可能性があるという。これが地球規模の気菌を引き起こすことが懸念されている。太陽活動は深刻な衰退期に突入しており、科学者たちは5月14日の時点で、太陽が黒点を全く示さない日がすでに100日を超えたと述べている。NASA の科学者は、この弱い太陽活動は、 地球が新たなダルトン極小期を経験する可能性があることを意味すると述べる。ダルトン極小期とは、1790年から1830年の間の太陽活動の長い極小期であり、この時期、地球は長時間の深刻な寒冷化を経験し、また大規模な火山噴火が連続して発生した時でもある。英国デイリースターは、 NASA の科学者たちの発言から、地球は現在、日照不況の最新期の一つに突入した可能性があり、今後長期間にわたる寒冷化と、それに起因する食料問題や気金、その他の問題を引き起こす可能性があることを意味すると報告している。太陽は現在、2年連続で、記録的な低い太陽活動を示し続けており、 2019年には全体の77%の日で太陽黒点が観測されなかった。今年も黒点の出現しない日が77%に達しており、今後の状況次第では、この記録的な数値を超える可能性がある。太陽は、地球の気候に対して最も影響のある原動力であり、 いわゆる人口の気候変動の影響とは比較にならないほどの大きな影響力を持っている。ここまで。